じゃあ皆さんめくってみてください。待って待って、めぶしい、まためぶしい、これはこれは2回続いちゃったからね。ゲストちなみに、はい、あえのきね。じゃあ MC 私やってみてえぞっていう長瀬います。長瀬長瀬やん、長瀬やん、長瀬。お前ゲストがいい、どっちがいい、何でもいいです。じゃあもう狭い一回やってるから MC だから行こう。はい、ということでじゃあアリスの部屋、アリスの部屋、よーいスタート。さあ、はい、今夜は始まりました七瀬アリスの部屋。今回はゲストはエドキスタリナさんです。皆さん拍手を。ということですね、最近ご活躍されているエドキさん、なんか最近変わったこととかありました？変わったことですか？変わったこと、花粉症が結構辛いです。あ、花粉症うまい、大変ですよね。大変ですね。私もこの間も喉も鼻も頭も顔も全部全部全部そうなんです、全部花粉症だったんですよね。え、どんな感じの症状が出るんですか？私はもう目と鼻ですあ、目と鼻、でも痒くなるし、はい、涙が出るし、ね、鼻水も出るし、うん、でも元気の時にはね、花粉症のその副作用で涙が出るのも、あ、まあそう、うん、よろしくはないですかね。まあね、ずっと泣くわけにもいかんですし ね、 そうですか。まあでも本当にね、花粉症病院は行かれたんですか？病院は行って薬をもらいました。ああ、なるほどなるほど。そうなんです。え、じゃあその今やられてるなんか仕事とかに影響はないんですか？あ、でも先月くらいに結構木がいっぱいある自然豊かなところで撮影してた時はもう鼻声でしたね。何の撮影したんですか？ドラマなんですけど。ドラマ素晴らしいですね。いいですね、ドラマの撮影。ちなみにそれはなんかどういう感じの撮影、あのドラマなんですかね？15歳今日から同棲始めますっていう少女漫画原作なんですけど。昨日から。あ、そうなんですよね。そうなんです。その撮影はすごい楽しいんですか？楽しかったです。5分間のなんで4日間くらいで撮影終わったんですけど、スタッフさんとの距離も結構近くて。え、その5分間を4日間でやるんですか？5分間のドラマを、13週にわたってですね、13回放送していくんですね。そうです。それを4日間で撮るんですか？4日間で撮りました。なかなか短いですねそうなんです。え、その撮影は1日どれ何時間ぐらい？でも1日朝集合して夕方くらいまでだったんで、そんなずっとは撮影しなかったです。でもそれでも4日間忙しかったということ で、 そうです、ね、なるほど。最近何かそういうなんか趣味とかないんですか？趣味ですとプールに友達と。プール、はい、あ、今痩せたいがために春ですけど、あのジムの方のプールに。あ、なるほど、ジムのプールも、はい、動けばね。そうなんですもうプール絶対痩せますもんねでも全身運動でやっぱ疲れますよね、プール、はい、眠くなっちゃって眠く、そうですねまあ夜はぐっすり眠れますね。まあですよね、うん、痩せました。その効果はありました？あ、まあ、あの体重を落としたいっていうよりは体を引き締めたいがために行ってるんで。なるほど。そういう面ではこう代謝も上がってきて筋肉もつきやすくなってるのかなっていう。なるほど、印象やっぱいいですよね、体が引き締まると、はい、この肉とかも結構筋肉って大事なんでね肉あれだし、いいですよ、タンパク質とか取られると。そうですね、筋肉とかも、はい、私もあのサラダチキンとゆで卵生活を一週間続けて。でもちゃんと栄養もね取らないと倒れちゃったりするんで、3食サラダ食べちょっとやばい、はい、ね、病院です。なんか朝結構朝いっぱい食べて昼普通にして夜少なめにするっていうのがいいと思いますよ。そうですね、そうですよね、もちろん知ってますよね、そんなこと。え、じゃあプール以外には何か運動するんですか？運動は最近はそんなにですかね。もうプールだけ、うん、人魚ですかいいですね、でも運動もね、やっぱ運動不足になるとね、健康にも悪いんだもんね、二十歳過ぎると。二十歳過ぎてますよね。そうですね、そろそろちょっとね、そろそろ。そうなんです、まずいところもねありますよね。まあでもそういう感じで
運動もなさっててすごいいいと思いますけど。ありがとうございます。もうそれ以外になんか食べたりもうじゃあ我慢してるんですか？我慢は特にはしてないですね。食べるのが、その食べるのが好きなん で、 です、ね、甘いものとか我慢すると逆に肌荒れしちゃうんで。逆に逆に逆にあーなかなかですねそれは。ちょなんでも食べるものは食べたいものを食べる。でその体ですか？はい。さすが女優さんって感じですけどね。えなんか本当に羨ましいですよ。ちゃんと狙ってます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、うん、元気だった。チョコレートとかお好きですか？チョコレート好きです。あ、生クリームが好きなんですよ。あ、生クリーム、チョコレートケーキに生クリームがあったら最高じゃないですか？あ、もう最高ですね。もう女としては本当に浴びたいくらいです。浴びたい。もう体がもう超かかっても生クリームどうでもなりたいぐらいですね。甘いものに。え、じゃあ甘いもの以外に何か好きなの？あの、イカの塩辛が好きなんで。あ、でもイカの塩辛を夜食べると顔むくみません？あ、言いますよね。でもなんか、なんだろう、食べ物、その寝る前に食べた食べ物飲み物よりも寝てる時間と寝てる格好でむくみが変わるんですよね。どういう格好したらむくむんですか？基本的にずっと横向いて寝てると、あの枕に対して横で寝てると結構むくみ。どうしたらむくまないですか？じゃあもう普通に仰向けでちゃんと寝れれば、寝返りも打てればそんなに。あ、寝返りを打った？打たないんですよ。もうこのまま寝てこのまま起きるんですよ。多分布団も全く動いてない状態で。変わってますね。寝相はとてもよろしいということですね。寝相はいいですね。いいですね。そういう朝もスパッて目が覚める。限界だなと思ったら手上げてください。どっちでもいいですか？じゃあ、はい。早い早い早い。分かってる。もうちょっと目的が分からない。話せばいいかなみたいな。まあ、まあ、そうですね。途中オウム返しになってたから、もうそろそろないかな。どうでした MC やってみて。え、まあ、大変ですね、話しますけど。オウム返しにして一回ちょっと時間稼がないと次の話題が見つからない。あ、まあまあまあ。どうですか、ゲストになってアリスの部屋。なんかこの MC すごい喋ってくれるんで。そうですね、あのゲスト以上喋るよね。で最初あの病院の診察が始まって。そうですよね。しかもなんか途中からまた栄養学の病院に入りましたから。どんな感じ食べてますみたいな。まあでもやっぱ視聴者の方々はそういうね、えのきさん。でも最初にさ症状を自分の言ってさ。同じに決まってんじゃん、カフェシオイさんだから。はい、毒舌入ります。ごめんな、ごめんな、今ギスギスしてて。でもまあ、あのギャラリーのね、弟さんと妹さんがちょっと笑ってくれたから、ね、アリスの部屋は。アリスの部屋はね、フフフフってね、聞こえたもんね。はい、じゃあお二人ありがとうございました。